笑います。笑います。
かも。すごい、こんな深いの、うん、あ、中にはいかし、うん、チンパンジーのお尻の方が、
じゃがいもですね、受け取ってます。
ンパンジーは手に持ったものは自分のものというルールがあるので、手に持ったものは奪い合わないんです。ただすごく羨ましいので、すごい近くで見て、なんかね、だったりとか、仲良しの関係だと近くで顔をすごく近づけて見るとあげたりとかします。道具を作ってます。で今日、こっちに出ているチンパンジーたちの中で、力が強いのがこのベリーっていう子とチェリーという子とあとボンボンという子です。ボンボンが今一番群れの中で力が強いオスなので、今来たのがボンボンですね。で今ベリーやりたかったのに場所を譲りました。ボンボンの方が力が強いので諦めて場所を譲ったところです。ボンボン、チェリー、今ここにいたベリーという子の、兄弟がチェリーといって、このボンボンお母さんなんです。でその3頭は血がつながってますので、みんなで力を合わせます。それではですね、ちょっとチンパンジーたちにコインを渡してみたいと思います。コインを受け取りました。ただ一番強いボンボンが来たので、今挨拶をしてちょっと逃げていきましたね。はい、もう一頭のチンパンジー、チェリーに渡しました。今チェリー自動販売機にコイン入れましたか。そこに入れたんですけど、多分詰まっているので、コインが詰まっているので、今枝でコインの詰まりを直そうとしています。詰まっているときは枝で押し込むとコインが落ちて、うまく取れることがあります。
ついてることに気づきましたね。あの上のランプのボタンを押せれば缶が出てきます。それ今分かってるので、棒で一生懸命押そうとしてます。この自動販売機のちょっと機械が最近あの古くできてしまって、こうやってあの通常は下のボタンがあのくっついてチンパンジーたちが状態ですね。お母さんによっても本当に性格が様々で、そうやってチェリーみたいに息子のものは自分のものって思ってるようなお母さんもいれば、あの子供がねだったらねだった分だけ餌をあげてしまうようなお母さんもいます。これ性格はとても様々です。
Thank you.
Thank you.